いつやん。誰やった？ま、まがつくやつ。違ったかな違ったかな。グレイグやった。全然違う。ついてない。どこにもついてない。はい。ムレ、ミルレアンの森やった。お、兵士。討伐に来た人かな？ん？お前のような一般人がこんなところで何をしている？危ないから早く森を出た方がいいぞ。私か？私は連絡取れなくなったクレイモランの状況を探るためにデルカダールから派遣されたんだ。この村にはクレイモランを氷漬けにした魔女と手下の魔女がいるらしい。危ないから早く森を出るのだ。ふんふん。なるほど、別に凍ってないね。やられてはない。見張りよるだけかな、入り口を。じゃあ奥に進んだ兵士はやられている可能性があるな。とりあえず奥に進んで魔女やら魔獣やらを倒していかねばならない。邪魔だよ君。明治も者たち邪魔だよ。せっかく人が横を通り抜けていこうと思ったのに。さあやっつけてやるぜ。これで氷溶けんの？これで氷溶けんの？特殊な氷なんかな。向かうぜ向かうぜ。魔獣っていうのはやっぱりなんかちょっとボス的な感じの巨大なものがおったりとかするのかな。お、ここにも。寒そうね。泣きよんかと思った一瞬。うー寒い。吹雪の中を歩いてたら仲間のみんなとはぐれてしまったんだ。マルと鉢合わせする前に合流しないと。弱そうだな。下っ端かな。あ、滑りそう。おー滑る！楽しい。しゅ。いいね。いいね。遊ぶやつ。万年雪を手に入れた。万年雪はやっぱりあれなんかな？名前からしてね、多分どこに行っても溶けることのない素晴らしい雪なんじゃないだろうか。欲しいな。欲しいな。超滑りよりいいけど。お、お、ちょっと偉い人じゃないこれ。クレイモランの氷漬けを解くため、遠路はるばるデルクダールから森にいる魔女を倒しに来たんだ。だがこの吹雪で体調を見失ってしまった。あ、体調ではないんやね。体調は屈強な人物なのだが、寒さが苦手でな。無事でいるといいのだが。さっきのじゃないよね、体調。違うよね。はぁ、なんで貴族の俺がこんな偏見の地に来なくちゃいけないんだよ。やっぱり軍に入ったのが間違いだったぜ。無理せず親父の娘をかじってれば、今頃それでこのビーチに行って、女の子たちと遊び放題だったのに。こういうことをして評価されるんだよ、男というのは。こっちの方向であったのかな。あ、通り抜けれた。いけるいける。あ、あそこになんか。ちょっと待って、どこだ？あ、宝箱。はい、賢者の聖水、ゲット。あっちの方向に、教会というか、まあ、お祈りができる場所があるっぽい。どれ？どこ？あ、一瞬、川かと思ったけど。いけるね。あ、何の音だよ。これは？はい、いろいろと出てきた。プラチナ鉱石、ブルーアイ、金の鉱石、イエイ。上がった意味なかった。特になかった。こっち側かしかも。はい。そして、この辺に多分、女神様の像が、ない。まだもうちょっと先、あれや。はい、ここに女神様の石像ありました。あ、ってことは、そろそろなんか、ボスっぽいものが登場するんじゃなかろうか。あ、なんか来そう。なんか来そうよ。ほらほらほら。やってくるよ。魔女かな？魔女の手下みたいなやつかな？お？仲間たちとはぐれてしまう。どういうこと？え、どういうこと？意味わからんやん。え、おったやん、後ろに。すぐ後ろにおったやんか。え、なに？吹き飛ばされてもせん限りは。そんなね、おっそ。吹き飛ばされてもせん限りは、そんな、見失わんはずやけど。え、一人で戦うの？もしや。やだやだ。これこっち向きやったら、どっち向きでも遅いんかーい。向かい風かと思ったけど違うんやね。
ちょ、何一人で魔女に遭遇とか嫌や、私。ムフォフォ、ムフォフォ。また変な笑い方のが、おあいつやん。誰やった？ま、まがつくやつ。違ったかな違ったかな。グレイグやった。全然違う。ついてない。どこにもついてない。はぁ。なるほど。え、隊長？隊長？これ。もしかして。寒さに弱い隊長？これか、魔獣とは。この人と一緒ならいけるかな。ムッフォ、ムッフォ。笑い声ではなかったね。己、魔獣の手先め。おぉ。お前は悪魔の子。ムフォ、ムフォーン。捕らえられたりするかな、マルティナ・オランシーンは。ぐ、おるっとしたことが。こっちのせいにしないでよね。おほ、ムフォフォ、ムフォフォ。こっちで来るか。あー、殴られそう。あー、戦いに突入した。まさかの人、一人、一人で戦いに来てしまった。ちょ、頑張ろう、頑張ろう。私、やっつけれるんかな、これは。なんかこう、ストーリー的に倒せんキャラクターみたいなのもあったりするやん。いけるんか。何、無方向ダンス。いや、攻撃力上げないで。攻撃力を上げない。あ、一応色が変わったってことは、やっつけることはできるのか。よっしゃ、行くぜ行くぜ。お、いけるんじゃない。おっしゃ、あんだけグレイグが苦戦しよった相手、私一人やっつけたよ。強い私。強い私。見たか。無法。ずいぶん手こずらせてくれたな、魔女の手先め。おお、とど、何とどめだけ。ムフォフォーン。いいとこだけ持っていくよね。お、なになになに。あ、なんか飛んでった。あれは何、逃げたの。次は貴様だ、悪魔の子よ。今度こそ逃がさん。いいけん、今そういうの。先に魔女だから。お、もし現れ、やめてください。なんだこれは。こういう感じで凍らしよったんか。捕まえたわ、英雄グレイグ。お、来た。おお、美人氷の魔女。この氷は貴様が。このままお前を氷漬けにすれば、私を解放してくれたあのお方との約束を果たせる。いいね、こういう感じの人。なんかこの、なんていうの、あ、基本的に垂れ目キャラ好きなんよね。このなんか気が強そうな感じのキャラやのに、気が強そうで、なんかちょっとキリッとした目な、目やのに垂れ目っていう、この、いい感じ。まあ、ただ単に、あの、可愛い感じのトロンとした垂れ目ももちろん好きなんやけどね、めっちゃ。あの方と同じペンダント。これで私たちお揃いだわ。なんだと？あ、もう一人の方ってこと？あの、なんかちょっと髪の短いさ、もう一人おったやん、なんか、誰か忘れたけど。ちょっと押してしまったし、今。させないわ。お、イエーイ。くっ。お、逃げてった。完全に、かける前やったら解けるということか。アイナ、大丈夫？で、あれやろ、グレイグだけ氷漬けになったんやろ。ああ、なってなかった。グレイグ、救援に来たのはお主らデルカダールの兵だったのだな。絶対あのお方ってもう一人の方やん。どうした、グレイグ。わしらを捕まえるのではないのか。貴様らを捕らえる前にやるべきことができた。それだけだ。多分ね、あれ、思い当たる節が。お、なになになに、視界が、倒れる、倒れるか、私。ああ。死ねよ、そんなところで。魔女にやられたようね。体が冷え切っているわ。え、グレイグは平気なの。なぜ？
そういえばここに来る途中で小屋を見かけたわ。そこで会えるのは休ませましょう。さっきの小屋かな。あの学者さんか何かの。あ、ぽいね、ぽいね。さっきのとこやね。あ、まさかストーリーに関係してくる感じではないのか。あのおじさん。うん、おらんね。あれ？おじさんおらんくなったよ。あ、帰ってきた、帰ってきた。あ、やっぱりストーリーにちょっと関係してくるんや、この人。おう、お目覚めかな？どうだ？体はもう大丈夫かね？大丈夫です。多分。きっと。それはよかった。仲間の看病のおかげじゃな。あれほど心配してくれるともはなかなか見つからん。大切にせねばならんぞ。はい。そうか。自己紹介はまだだったな。ただのモブかと思ってごめんね。私は魔法学者エケハルト。クレイモランに住んでいたのだが、今はここで町を氷漬けにして魔女について研究しておる。実は魔女が現れた時、私はたまたま国を離れておってな。幸運にも氷漬けを免れたのだ。君たちがシャール様から魔女退治を引き受けていることは仲間の者から聞いた。私も魔女について知っていることを話そう。君を襲った氷の魔女、リーズレットは、イニシエン時代、高名の魔法使いによってある禁書に封印された魔女なのだ。神話の時代に作られ、膨大に古文書が眠るという古代図書館。イニシエンの魔法使いはそこに魔女を封じた禁書を収めたという。そこで私は魔女を封印する手がかりを求め、古代図書館に足を運んでみたのだが、中はすっかり魔物の巣になっていてな。おう。ちょっと、ちゃんと、ゆっくり開けよ。あ、あゆな。よかった。目が覚めたらね。うん。もう心配なさそうじゃ。君もベロニカさんに感謝にもならんぞ。彼女は特に熱心に看病しておったからな。ベロニカさん。もしかして知っとるってことかな。もうエケハルトさん、余計なこと言わないでよ。じゃなかったらね、普通に、ベロニカちゃんって言いそうやん。子供やし、見た目。はは、そう、照れるでない。まあ、それはいいとして、先ほど魔女に関する話は伝えておいた。そう、じゃあ話は早いわね。エキハルトさんと古代図書館に行って、一緒に魔女を倒す手がかりを探しましょう。古代図書館は東の方角にあるが、南の道から遠回りしないといけないから注意するがいい。では、向かうとするか。南の道から遠回り。はい、行きましょうか。とりあえず、あれね、古代図書館。なるほど。どこから行くべ？あー、そこの矢印のとこからということか。なるほど、OK です。馬を呼ぼう。上から行かんといかんということ。あそこやね。なるほど、あっこが、さっき私が微妙に行こうとしたところが、古代図書館ということだ。こっちの方にも行けそうみたいな感じで行きよったとこ。さあ、行くぜ行くぜ。なんかね、地図上で見たら結構距離あるんやけど、実際に動かしてみたらそうでもないんよね。裏側。この坂を登って北東へ。関係なかったわ。はい、こっちの方向に来ました。あ、これで上に上がれたってことかな？ということで、まあ、多分上に上がったっぽいけん。あそこに、あ、キャンプ地もあるね。なるほど。はい、ここがキャンプ地らしい。どこや？どこや、キャンプ地。ないやないか。え、通り過ぎとるけど。あった、キャンプ地。全然視界に入らんかったんやけど。そういうもの？え、なんか凍らされとる。なにこれ？竜？なんか、竜っぽいものが。竜よね、これ多分。うわ、なんか氷漬けにされとんやけど。怖いな、なんか顔。めっちゃ白目向いとった。超怖い。はい。じゃ、古代図書館。邪魔な奴らがいっぱいいるな。ん？こっちか。こっちでした。こっちでしたよ。お、着いたかな？ゼーランド山。あ、急になんか、周りの雪とか氷がなくなった。遠ざかった県かな？
って、図書館どこ？え、なになに？図書館なくなってんやけど。どこ？ほい、ということで、じゃあちょっと一旦この辺で終わりにしておこうと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。